今日も今日とてまいりましょうか。まあ今日もちょっと早めの番号なんで余裕ありますわ。結構最近散るよな。なるほど。おいきなりまた決めた。おはようございます、ということで第38回凱旋を頑張っていきたいと思いますけれども、今日作戦があるんですよね。昨日髪切りまして、まあ俺からこういっぱいね回収してやろうと意気込んでいたお店に対して、多分比べていただければ分かると思うんですけど、全く違う人に仕上がってると思います。髪切ってヒゲもちょっと短くしてきたんで、もう完全に違う人です。だからもう今日はね、そういう感じ、別人作戦でいきたいと思います。ものすごい負けてるんですよ私、ただいま10連敗中でございまして、額的にもね今月だけですでに35万いかれております。ですのでそろそろ勝利を得たいなということで、やっぱり最近のこの傾向としては、やっぱり午前中にちょっとだけ浮くんですよね。で浮いた後にその後にぶち殺されるというワンパターン、絶対天井行くもんねその後にね。なのでなかなかね流れをつかみきれずにいると、きっかけはつかめてはいるんですけど、それを伸ばしきれないっていうところが大きな敗因なのかなと。別に天井引かなくてもいいからとりあえずぶっ壊したいよねもう何でもいいわ、勝ち方なんて何でもいいわ。さあ2本目でございます。3枚目4枚目、さあ4回目のリップさん、これはリプ4 G ストップゲットでございます。725ゲーム、奇数揃いとかやってしまったら結構やばいタイミングだよねこれね。さあ参りましょう、今日一発目の G ストップ。うわー1ゲーム目でやった、やっちまった、もうちょっと楽しみたかったまあポンポンポンといっちゃった。728ゲーム、投資が3万2000円でございます。やっちまったな完全にバクトクマイスも少なかったし、ね、うん、やめましょうか、大移動しましょう。さあということで2台目にやってまいりました。一応200万円ぐらい持ってこれたかな、ちょっと立ち上がりとしては結構最悪ですね。もうすでに3万2000円、通常 ATM 見えてんな。7月全敗はマジで笑えないからな。さあということで320ゲーム、通常 ATM 5枚目でございます。6枚目でございます。なんと、うわ来た、久しぶり、久しぶりでもないか先読み730ゲーム、お願いします、確定役を久しぶりに引きたい、どー中断、久しぶりに確定役いただきました。さあどっちだ、まあまあまあそうね、出足になってそう簡単にいけないですよ。さあ久しぶりの中断、あかんな、これを生かしましょう。5万8000円、こっから始めればもう何の問題もないよ。3000枚、まあ、確実に EX じゃないですか。さあ来い、よし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 、1個目、中断中断ときてますね。2連チェ、惜しいな、非常に惜しい、終わらないで終わらないで、いやー1個は弱い、頑張れ、 29.5分の1、ダメ、久しぶりの赤ならもうまくいかせず、よっしゃる、よしよしよし、さあ流れで、流れでいけない、
や全く S も V も全く見えない。いやーい135、よし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 。そして2走はもう1個 V。 さあラストゲームで鏡が参りました。7もあります。ダメか、もう1個乗せよう。さあ終わってしまうのか、終わってしまうのか、お願い。ループ取ってて、まだ全然終わりたくないんだ俺は。ああもう鏡2枚出て、166ゲーム天国中断キザラ。三度追加投手当たってました。心臓だけは残りますが、お金がなくなりましたので追加投手します。7枚目、8枚目、はい、9枚目、10枚目、虚無の11枚目。さあ1327ゲーム、これが最後の投手になるでしょう。12本目、あマジか、マジか、いやーやべえな。いやー終わった終わった、完全に確定役じゃない、完全に確定役じゃない、最悪だ。1432ゲーム投資115,000円、死んだ。ないと思うけど、ピカナさんネットのランキーなので両方取ってればもう一個ぐらい。はい、いいわ、もうモードとか終わります。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。誰か助けてください、マジで助けてください。本当にな、まかなの引いたものを一個乗せただけ、本当に無理だ、マジで勝てない、勝ち方も忘れました。本日投資が115,000円、回収が444枚というすげえ不吉な数字でございました。まあ収録分、収録なし分含めまして今月のマイナスが464,000円でございます。今月だけで9連敗で、先月の2連敗から通算で11連敗中でございます。私朝ふざけてさ、髪切ってさ、なんかあのちょっと別人になりすましてみたいなこと言ってたけど、そういう事件じゃない、マジで。もう本当にやばいな。一応今月もう一回チャンスがあるので、いやもうマジ目指すは2万5000枚だよね、1日で。そしたらトントンだから今月。いやトン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 なんだよそれで。まあということで、ぐだぐだ言ってもしょうがない、負けたものは負けました。なのでどういう動画になってるか分かりませんけれども、皆さんの啓発動画になることを祈って、皆さんいろいろ調べて暑そうなお店に、暑そうな日に行くのがおすすめでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。